おはようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日ですね、銀座のね、ビルのね、エレベーターがですね、10階から落下しまして、1人のことが心肺停止で運ばれましたが、ね、残念ながらね、あれでした。お悔やみ申し上げます。で、本当にね、シンドロラ社の、舌が回ってるんですけど、10年ぐらい前にね、男子高校生が自転車とともに挟まれて事故が起こったっていうことがありました。で、ちょっと今回の工事現場のことなので、仮設の方なんですよね。で、仮設で物を運んだりとかすることがあって、やっぱりエレベーターの安全基準っていうのがやっぱり定期的にどっかのマンションとかでビルとかで設置されてるエレベーターは定期点検があると思いますが、今回は仮設なのでそういうふうなこともなかったと思いますし。で、安全基準っていうのがね、やっぱりこう緩めなのかな、仮説なのでね、緩めなのかなっていうのがあります。で、ホテルとかでもね、こう物だけをね運ぶっていうふうなエレベーターもあって、絶対乗っちゃいけないよっていうのがあるんですけれども、まあ、それほどね、やっぱそういう、それに合うようなものを運べるものの重さとかね、そういうのもね、基準に合ってて、周知されていたのかなっていうのもあります。やっぱりこう、重たいものを乗せたりとか、限度を超えたワイヤーに負担がかかってたりとかしなかったのかなっていうのがありました。で、やっぱこういう建設現場の、エレベーターともね、やっぱり安全にね、運転できるような点検とかも必要なのかなというところがあります。で、知り合いの方がですね、前ね、ちょっと足場を踏み外されて、やっぱり5回ぐらいから起こって、残念なことになったことがあるらしいんですけど。本当にね、こういう事故がね、やっぱり、あと建設現場なんかも、いつこう、土台がね、落ちてくるか分かんないので、極力、まあそういうところから離れて、ね、過ごしていただきたいと思いますが、本当にね、まあ、先日もね、こう、360度を見回せるような高層ビルのとこから男性が身投げされたというふうな話があって、下に通行されてきた方が足を怪我をするというね、巻き添えにあって足を怪我するっていうふうなことがありました。やっぱ上を見て歩くわけはいかないのでなかなか厳しいんですけれども、まあ、ちょっとそのエレベーターの安全基準を、本当にね、今ちょっと考えさせられて、私もね、自宅のエレベーターですね、やっぱりこうどうしてもやっぱりホールから入り口エントランスから近いので、どうしてもエレベーターに乗ってしまうんです。できるだけ外階段もあるんで、できるだけね、運動のために外階段を使った方がいいのかなと思うんですけど、ちょっと遠回り 数メーター遠回りになるので、どうしてもエレベーター使っちゃうんですけど、で、ですね、もしかしたらこの事故が起こった場所は何かしらちょっとね、過去にね、なんかいわくつきじゃないかな、なんか過去にそういうふうな、なんかあったところだったりとかね、やっぱりこうどうしてもこうお金がね、払えなくて、ま、土地を売ったとかね、そういうふうな、なんか
思いとかが、人の思いとかが土地にやっぱりつくんですね、土地はね。だから家を建てるときにはやっぱりこうね、やっぱり100万円ぐらい、家の価値のまあ10分の1とか20分の1とか、そういうふうなものをこう、捧げないと、奉仕、やっぱりこう例えば神社仏閣とかそういうところにご奉仕しないと、捧げないと、やっぱこうね、多肥する人が出るって、一家の、特に一家のね、長がそういうふうになるっていうふうな話も聞いたことがありますので、やっぱり私の実家でも家を建てた時にはやっぱりこうね、家を建てた時にはやっぱりこう保温じゃないけれども、やっぱりこうね、まとめてお金を、お捧げしたというふうなことがありました。で、家を建ててすぐなんかこうよからぬことがあるとか、そういうふうなこともありますので、まあそういう、ここね、家を建てる方とかはそういうふうなことも考えて行動して、ちょっと痛いかもしれないんですけれども、その誰かのためにこうで、例えばね、募金をしたりとかすることによって、そういうふうなね、自己災難を免れることもできるっていうふうに思いますので、その辺も考えていただけたらと思います。本当にね、こう色々ありますけれども、なんかそのエレベーター、先日乗ったエレベーターがですね、1階から2階にね、上がったんですよ。そしたら、3人乗ってたんですね。男の人2人と私と3人、定員は6人かな。で、それで1階から2階に上がった時にプーって音がしたんです。定員が上がる、超えてますよみたいな、体重制限がありますよ、私がね、その分蓄えてたのかもしれないんですけど、ちょっとその上限には行ってないと思うんですよ、3人ぐらいなんで。で、プーって鳴ったんで、ちょっと心配だなと思いました。はい。で、2つ目ですけれども、先日篠原さんの YouTube、 まだ見てないんですけど、M 子様の妊娠の兆候があったというふうに言われています。まあ、今回ね、そのいろいろね、マネーの道がね、開けてきたので、もう開かれたので、まあ逆に言った弁護士さんにならなくても、まあ、やっていけるという、まあ、そういう道が開けたので、まあ、この次で恵子さんがね、動画のもまた同じような道が続くんじゃないかなっていうのが、私としてはちょっと心配なんですね。このね、で、4月から、海外から留学に来る学生さんには、10万円の支給があるというふうに聞いてまして、で、年金生活者も、もう低所得者の方には、お金が振り込まれていますが、年金受給者には5000円という法案が出たんですけれども、そちらの法案がなんかちょっとお流れになったっていう風な話があって、賛否両論が出てるような感じがします。はい。で、まあ高齢者の方からちょっとお話を聞いたんですけれども、まあね、この時期にね、お金をばらまくっていうことが、もうね、考えが分かってますよみたいなね、この時期だっていうことが分かってますよっていうふうなことと、ただ今の他の政権に変わったことにより、外国からのまあちょっとで、あれで
まあね、パワーバランスがね、崩れてしまうのかなっていうのがありました。で、5000円配ったからって何ができるのよっていうふうに言われたんですよ。ね、バカにしていると っていうふうにその方はおっしゃっていて、ね、まあね、その時に、まあ、外国人の方には10万円っていうふうに言うと、まあ、ちょっとね、なんかね、もう今の政治家はやっぱりこうね、海外に損得をしていてっていうふうな、もう日本の国民よりも海外の方を優先していると、まあそう、日本人はいないんだなっていうふうな、そういう意見をいただきました。はい、で、竹野内豊さんが、なんか行方不明でっていう情報が流れてたんだけど、これはやっぱり大手事務所を退職したことによるこの洗礼だったような感じがしますね。ね、なんかまあ、ジャーナリストの、まあ、方ですね、まあ、前、春馬さんのこともお話しして方なんですけれども、その方が、結局近所の方にもすぐその情報が流れてから近所の方に情報を聞きましたけれども、あ、普通に生活されてますよとかいう話もあって、特に変わった様子はないっていうことで、ただ家族が経営している親戚とかが経営している事務所なので、個人事務所なので、そこが SNS とかもなく、ね、ホームページもなく発信ができてないので、その辺がそういう情報が流れたんじゃないかなっていうふうに受けて話されたようです。でも実際にそのジャーナリストさんが、竹野内豊さんと直接お話をされたわけではないので、直接見られたわけではないの、近所の方に話を聞いたっていうだけなので、その辺はもしかしたら、もう日本にいないっていうこともあり得るのかなと思いますね。はい。なんかね、ガーシーさんのね、チャンネルもたまに見させてもらうんですけれども、なんか女の子のね、こういろんな人と一緒にね、兄弟だよとかいうふうな話を聞いたりとかする、話されたりとかするんですけれども、なんかあんまりそういう女の子ネタは、どうせ私あんまり女の子なんとかなんとかとかね、そういうの知らないし とか言って。よくわかんないし、みんな同じそうに見えるしとか思って、なんか初代の頃のね、AKB とかだったらわかるんですけど、ちょっとわかんなくなっちゃってるのと、で、やっぱりこうね、芸能界でやっていこうって思うには、今芸能活動を終了している、強制的にまあ辞退してる、まあ、活動ができなくなったね、タレントさんで、この間ね、ありましたね、女性タレントの性なんとか被害のね、訴えにより芸能活動ができなくなったっていう方いますけども、まあそういうふうなのが、まあ、監督であったりとか俳優であったりとか事務所であったりとか、まあ女の子、特に女の子は売れるためならば、やっぱりこうそういうふうに体を提供しなきゃいけないのかなって、もう本当にそういうのは分かってましたけど、もう結構そういうふうだね、まあ、売れるにはそれの道をね、歩んできた、特にすぐ売れてずっとどん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 と売れた人には、やっぱりそういうふうな、裏取引みたいなのがあるのかなっていうのは感じました。女の子ね、本当にかわいそうですね、あんまりこうさらけ出されちゃうとね、そういうイメージがついちゃうので、
特に男性のファンはやっぱりね、許せないって思う人も多いと思いますので、まあできればね、もうちょっと違う方、私としては、なんか春馬さんのことはよくわからないっておっしゃっていたので、春馬さんの周りの人の情報をもっとね、いろいろ知りたいなとは思うんですけれども、なぜね、こう無言だったのか、なぜそのいなくなった日の話を周囲の人がしてくれないのかなっていうのを考えたりとかするんですけど、まあ言えないのは確かなんですけど、なんか裏があるのかなって。普通にこうね、ニュースに流れてるようなことであればね、その普通に発表ができると思いますので、だからやっぱりこう清らかでなければいけなかった何かがあるのかなと思っていまして、まあでもファンとしては清らかであってほしい反面、まあそうでなかったとしてもね、まあね、罪は罪として受け入れなければいけないのかなと思っておりますが。何言おうと思ったか忘れちゃった。本当にもう、ねえ、あとはですね、まあ花火大会の方ですね、花火大会の方ですね、土浦の方で花火が打ち上がりますが、これは当日、誕生日当日はなんか多分混雑を予想されるためあげないみたいな感じだったので、まあできればね、誕生日過ぎてからじゃなくて誕生日前とかにねあげてくれるといいかなと思うんですけど、ちょっとその方のね、情報がまだちょっと確認取れてないので、また分かり次第発表させていただきます。ね、もうちょっとね、この近場の方のねお話を聞きたいなと思うんですけど、まあその辺はね、時期を見て発表されるのかなと思います。今日からね、映画館で「天柄門森の学校」上映されます。はい、ね、今日からのところもあれば4月5日だけのところもありますし、期間の調整中でっていうところもあると思いますが、ね、本当にね、今日からだといいだね、みんながね映画館に、当日は3本立てで行きますっていう方もいらっしゃいました。本当にね、頑張ってね、見に行っていただけてね、今度また誕生日が終わって七夕とかまたね第2弾で、グッズの方もね第1弾で発売されています。できればね、グッズですね、なんか新しいね、応援グッズ、なんかうちわとかね、なんか多分あれでいいですよね、こうね、クリアケースとかをね、まあ持ってね、お膝に当ててですね、映画館でね鑑賞していただけたらと思います。前回ね、打ち上げました、シュシュのね剣、右手にシュシュつけていきましょうねっていう話もまたちょこちょこ出てるみたいなんで、その辺とお知らせいたします。で、999本のバラをみんなで掲げようというふうな形があって、赤いバラね1本ね皆さん買っていただいて SNS とかでアップしていただければいいかなと思います。お時間の方は過去の動画で赤いバラの動画がありますので、
そちらを確認していただけたらと思います。そういえばね、ケーキ、R スケさんですか？が、なんかもう、十分やったのでっていうふうな形で、なんか引退を示唆しているようなコメントを先日だいぶ1週間前かな上げてらっしゃったみたいな感じでしたね。それで随分ね、頬がこけていて、なんかね、同じ人って思ったんです。実はというと、頬がげっそりこけてる感じで、で髪型は随分変えて、いつもの、なんかね、雰囲気の髪型ではなくて、髪型をすごくチェンジされていて、頬もげっそり痩せていて、なんか別人っぽく見えたんですね。ちょっともしあれでしたらちょっと検索していただけたらと思うんですけども、なんか役者をやっていくようなもう気力はないみたいな、もうでも30歳ぐらいでもうって思うのかな。でもちっちゃい時からやっていれば30年とか40年とかね、経って40歳ぐらいになったら30年の芸歴があればもうやめたいかなと思うのかなと思うんですけれども。ね、最近事務所もね移籍されて、本当にね、ちょっと心配だなと思いました。で、その頬がこうやってる感じがですね、金恋の時の春馬さんのようにこう随分げっそりこけてるので、そちらの方がちょっと記憶がポンとフラッシュバックで戻ってきて、ちょっと心配だなっていうのがありました。また、今度ガーシーチャンネルさんで、SY さんのことをやったら、あいつがまるしちゃうんじゃないかっていうふうな、コメントで返してきたお二人の方なんですけれども。まあ、ちょっとこの、あとね、まあ、そのお二人のうちの一人の、最近、今度コメンテーターをされる方なんですけど、その方も、まあね、CM 引き継いだんですけど、すぐ、もうチェンジされていて、まあ、雲行きがちょっと怪しいのかな、まあ、どうなんだろうな、あっという間に、チェンジになったんだなと思って、まあ、去年の年末ぐらいに女性の方とチェンジになってますね。で、コメンテーターとしてやっていく上において、今一番自分が なんかね、ブラックな感じのものが出てしまうと厳しいのかなと思います。で、こう、SY さんの、インスタグラムを見てた時に、やっぱりこう子供を抱き上げ、甥っ子さんを抱き上げた時の時計が消えてるのと、いつも時間のがちょっと決まった時間なので、そちらの方がね、やっぱりその時計を見てっていう風な、消えてしまうっていう、まあ、ちょっと関連的に丸しますみたいなのがあって。何かこう訴えてるものがあるのかなと思います。今ね、ちょっと芸能界も厳しい状況になってまして、ただね、どん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 明るみになってきてるっていうことは、進展していくのかなっていうのがありますから、まあとにかく声を上げていくっていうことを、私たちは絶対に風化させてはいけないっていうことなので、とにかく声を上げていく、
そしてみんなに問題、ちょっと前まではね、1年前、2年前まではね、1年前か、1年前とかは週刊誌でもじゃん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 載せてたじゃないですか。それがもう今は載せてくれないんですね。で、週刊新潮さんの編集長さんにも私お手紙とかも書いてるんですけれども、やっぱりこうなかなかね、真髄に詰まったことっていうのは分からなかったりとかありますので、まあ今度ね、株主総会とか、前回は株主総会では正確なお話はしていただけなかったんですけれども、まあ、今後ね、なんとか流行り病もですね、ビールさんがもう22年の秋には終わるよっていうふうなことを言われていますし、今私の内科のかかりつけの先生も、今年中に終わるよ、だから安心したらっていうふうに言ってたので、まあ状況が少しずつ変わってきてると思います。で、まあちょっとなんかあれだったのは、過去に、デモをやってた人たちが、なんか幹部の人が来て、アルマはマルしてるんだよ、生きてるんだよっていう風な話をしてたっていうことなんですけど、その続きが全然出てこないんですね。だから生きてるっていう風に言ってる人はアムの手下みたいな感じで言われるんですけれども、その後の返事が全然出てこないんですね。私だったらどうしてそういう風なことを言えるんですか？そこで点点点ってなってるんじゃなくて、そっからが大きな突っ込みどころだと思うんです。でもそっからの話が出てこないので、その話は本当なのか、じゃあもうちょっとそこからの話の経過の話が出てこないんですよ。そこまで言ったらしいよっていう話は聞いてることはあったんですけど、そっからがどうなのかっていうのが、だからもしかしたらそういうふうに周知に、認識させたい力が働いてるのかなと思いますので、もしそこのその場面に居合わせた人がいらっしゃいましたら、ぜひともね、その後どうだったのかね、発信をしていただきたいのと、もしまたその幹部の方にお会いできるんであれば、その話のところをもっと深く聞いていただきたいなと思います。長くなりましたが、ご視聴いただきましてありがとうございます。今月は今日から三浦春馬、月間になりますので、どん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 声を上げて、前向きに問題も解決しつつ、ね、証拠持ってる人はいっぱいね、発信していただけて、で、改善していくようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いします。ありがとうございます。